はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。アメリカアマゾンで物販を行いたい。イメージとすれば、商品のリサーチである程度力を使って買い付けを行って販売して、その後が本番だって思ってる方いらっしゃるんですが、実はもっともっともっと前の段階から足を踏み外している、ボタンをかけ違えていることがございます。つまるところ、これから頑張ればいいやと思ったタイミングですでに負け戦が確定してしまっている。正確に言えば、そこから修正していくことも可能ではあるんですが、3歩進んで2歩下がるような修正ではなく、3歩進んで30歩下がるような修正を行う。極端な言い方すれば、今までの多くの努力が水の泡になるような改善を行わないといけないっていうことが往々にしてございます。今回は Amazon のセラーアカウント、販売アカウントを開設し、商品の出品登録を行う前に必ず行っておいていただきたい2つの設定についてお話しさせていただきます。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。セラーアカウントを作るっていうこと自体もものすごく難しくなりました。2017年にアマゾン詐欺というものが横行し、2018年1月頃から右肩上がりでセラーアカウントの開設手続きの審査が厳しくなったんですね。私もコンサル生さんに関しては、お一人お一人、それこそ何回も何回もスカイプなどでやり取りしながら、ようやくセラーアカウントの開設が完了したということも最近ザラにございます。さて、そのセラーアカウントがようやく無事開設し、よし、この後商品リサーチして買い付けして販売開始だと意気込んでいるそのタイミング、実はすでに足を踏み外してしまっています。具体的に説明させていただきます。セラーセントラル右上、設定タブにカーソルを合わせて一番下の FBA の設定をクリックしてください。一つ目、入荷設定の欄右にある編集をクリックし、納品先集約サービスにチェックを入れて更新してください。納品先集約サービスというのは、発送した荷物を極力一つか二つの少ない Amazon の倉庫にまずはまとめて送り、その後バラバラのアメリカ各地の倉庫に移送するという手続きです。この設定を行わないと、アメリカアマゾンに発送する際に何箇所もの倉庫を指定されてしまうことがあります。もちろん設定していても2箇所か3箇所ぐらいに分かれてしまうことがあるんですが、それ以上に分かれることがないんですね。なぜこの設定が重要なのか説明します。中国から例えば50キロの荷物を送る際に、1箇所に送るので良いのであれば、50キロ分の荷物の国際送料を支払えば済む話です。しかしながら、納品先集約サービスを設定していなかったがために、この荷物が15キロと35キロに分かれてしまったとします。その場合、21キロを下回る荷物に関して、そもそも船便では送れませんし、飛行機便でも割高になってしまいます。国際送料は納品先ごとにかかるわけですから、こちらの35キロはいいとして、こちらの15キロはものすごい割高になってしまうんですね。このように納品先が分かれれば分かれるほど、国際送料もろもろの基本的なコストが割高になってしまうという話です。この状況を極力防ぐために、納品先集約設定を必ず事前に行っておいてください。2つ目、 FBA 商品バーコードの設定欄の編集をクリックし、 Amazon の商品ラベルにチェックを入れて更新しておいてください。我々が中国から買い付ける商品に基本的にバーコードはついていません。これをメーカーのバーコードと言います。よって Amazon で出品登録を行う際に、 Amazon 独自のバーコードを生成し、中国の代行会社にあらかじめ1商品1ラベル貼ってもらった上で納品する必要があります。しかしながら、この設定を行っていないとバーコードが生成されませんから、その商品を納品すること自体ができません。しかも、出品登録した後で気づいて Amazon の商品ラベルに設定し直したとしても、すでに出品登録している商品については変更することができませんので、それまで
で出品登録した全商品を一度削除して出品登録し直す必要が出てきてしまいます。というわけで今回はセラーアカウントを開設した直後、出品登録を行う前に必ず行っておいていただきたい2つの設定について説明させていただきました。1点補足させていただきますと、納品先集約サービスを利用する場合、中国からまずはなるべく1箇所の倉庫に荷物が送られ、その後複数の倉庫に移送されるという話をしましたが、その複数の倉庫というのは10を超えることがあります。1つの倉庫に商品が受領されたタイミングで、一度商品の在庫数がセラーセントラル上で表示されることがありますが、その後販売も開始していないのに、いきなり在庫数がゼロに戻ることがあります。それは複数の倉庫に移送されている証拠です。また当然ですが、その移送の手続きには時間がかかり、2週間から1ヶ月以上かかることもございます。この時差はキャッシュフロー、お金の流れとしては多少の痛手にはなるものの、複数の倉庫に送られて国際送料がバカ高になってしまうことと比べれば、格段に有利な条件であると判断しています。また在庫が移送された後、販売開始していないにもかかわらず、まだ在庫数が合わない場合は、FBA 倉庫内で紛失した可能性があります。その場合、セラーセントラル、セラー専用の管理画面上の所定の手続きを行えば、商品の損失を現金で補填してもらえますので、ご留意いただければ幸いです。日本の倉庫と比べてアメリカの倉庫の方が、ぶっちゃけた話、作業が多少なあなあな部分がありますので、紛失率は数%とも言われています。最後までご清聴くださりありがとうございます。